どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今回もですね、この動画に対する、ここでですね、いろんな質問をみんな書いてくださいよということで、受付をして、これにガズが全力で回答するぞということの、第2弾の動画の撮影になっております。これねシリーズになってますから、あの概要欄にね、その流れ貼っときますけれども、はい、今日第2弾で、もうどんどんやっていこうと思います。ウクレレ楽しいから始めてくださいね。ウクレレって面白いのかな、できるかなという方すぐできます。概要欄に始め方貼っとくんでぜひ始めてください。じゃあ次々と質問行ってきまーす。すずさんからの、コメント。ガズさん10周年おめでとうございます。ありがとうございます。コロナ禍でウクレレを始めて早2年。いいですね。もう2年楽しんでおられるってことですね。ウクレレを購入する前にガズさんのチャンネルを知り、ここまでガズさんが唯一の先生ですと。ありがとうございます。まあまあでも私が先生ってよりね、みんなが普段いろんな曲弾くじゃないですか。あの曲が先生ですから、私はもうなんかそれをね、こうご案内させていただいてるという。ありがとうございます。はい、リクエストだそうです。中島みゆきさんが映画主題歌、しかもアニソンを書いたということで話題になっている新音という曲があるそうで、リクエストしたいです。よろしくお願いします。なるほど。中島みゆきさんは、じゃあ今まではアニソンはやったことなかったわけです。ちょっと聞いたことないんで聞いてみます。はい、チェックしておきます。ありがとうございます。はい、次々いきますよ。お次はですね、田中豊さんからコメントいただいてます。いつも配信ありがとうございます。これまでガズレシピ、はい、ガズレシピっていうのはガズレレが出しているアプリと本も出てますね。はい、もうソングブックもガズレレ歌部もすべて購入させていただいております。ありがとうございます。いろいろね、出版してるんです。はい、こういう本もいっぱい出てますからね。きっとこの緑の本から始まり、これが最新本になってるんですけど、はい、ありがとうございます。続けますと、間違いかと思いましたが、どんな質問でともということで、ここに質問させていただきます。先日配信されたガズレシピのボリューム10ですが、アプリですね、これ。アプリが、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ない方はちょっと、アプリ探してみてください。ガズレシピって検索すると、そのアプリが出てきますからね。ダウンロードは無料です。その中で楽譜がゲットできるという、購入できるということなんですけど、続けます。先日配信されたガズレシピのボリューム10ですが、Android 版アプリで一括購入の一括購入のボタン、1500円で全部ダウンロードを押したところ、購入しようとした商品はアプリストアで販売されていないため、購入処理がキャンセルされましたというメッセージが表示されて購入できない状況です。念のため複数の Android 端末で試したところ変わりませんでした。ご確認お願いします。ありがとうございます。大至急確認しますけれども、皆さんね、ちょっとこれお伝えしたいのはですね、これもしそういうことがあった場合はですね、私にコメントよりもですね、ガズレレ公式ホームページのですね、一番下にですね、見てもらうとわかりますけど、お問い合わせっていうとこがあります。そこに聞いてもらうのが一番いいです。なんていうのかな、こういう、例えば、質問をですね、僕は普段 YouTube、楽譜を書きまくって、アレンジして、もういろいろそんなバタバタやってる中、そのアプリとかそういうのはですね、やっぱ、僕は直接関与してないもんですからですね、しかも僕が苦手なその、アプリとかそういうやつ全然わかんないんで、ちゃんと、わかる、Gラボのスタッフがですね、もう親切、丁寧に、もう、そういうものは対応しますので、私に聞くよりね、そっちの方が早いですから。で、僕がその、聞いて、ここで答えるのもまた時間かかっちゃうんで、まあ、私からもそのスタッフ、こっちのスタッフに言っときますけれども、そっちに聞いてもらう方が一番いいんです。なんで、こっちからのお願いね、皆さんから質問ということなんですけど、もしそういう、例えばアプリの質問だとか、ホームページがどうだ、こういう状況になってますとか、その、なんだっけ、注文したものが届かないですみたいなのは、僕に質問されてもね、余計時間かかっちゃうだけですから、ホームページの一番下にある、お問い合わせ。こちらにどんなことでも、一目散に、全然気にせずに、質問していただければと思います。2、3日中、週末が、入っちゃうとちょっとね、あれかもしれないですけど、まあまあ、すぐに返信があると思いますんで、この件に関しても私、全然わかりません。一応、伝えてはおきますけど、それをまた伝え直すことも難しいんで、やっぱりその、お問い合わせに聞いてください。これ皆さん、よく、ね、ここ大事ですから、
私のコメント欄に書いてもらって、僕もですね、結局聞いてですね、それをまたそこに書いて、それ二度でも三度でもなるなという感じで、どうせだったらね、皆さんに一番近道でですね、その答えがお届けできるのがいいかなというふうに思いますね。なんかそういうことで困ったら、例えばウクレレの弾き方がわかんないというのは僕に聞いてください。それ以外のことはですね、もうほとんど僕じゃないスタッフがちゃんときっちり対応しておりますんで、安心してお問い合わせください。お問い合わせすると緊張するなとか思わなくてもいいんで大丈夫でございます。よろしくお願いします。公式ホームページの一番下にあるお問い合わせですよ。そこからお願いいたします。はい、ありがとうございます。はいよ。じゃあお次、質問コメント、麦丸さん、麦丸さん、こんにちは、こんにちは、右手の内出血痛そうですね。これね、これちょっとだいぶ治ってきましたけどね、なんかこうやって張り切って家の中でこう移動してる時にこう家具みたいなところの角にねカツンってこうぶつけちゃってですね、いてててってなって、その時は何もなってないなと思ってね、後から見たらねこうこんな風になって、今もう治りかけですけど、でもかさぶたみたい、中でかさぶたみたいな。ありがとうございます。質問が たくさんありすぎて何を聞けばいいのか自分でもよくわかりませんが、てんてんてんでしょうね。一番気になるのがウクレレをいつも身近に置いてきたいと思置いておきたいと思っております。いいですね、それすごくおすすめです。昼間はリビングに置きたいのですが、チューニングを焦ったままだとブリッジに負担がかかりすぎますか？クエスチョン。大切な薄レレ、あまり負担かかるの、薄レレを、ゲットしていただいているんですね。麦丸さんは薄レレってこれです。Gラボガズレレのこの薄レレですね。きっと、Gラボのウクレレをゲットしていただいているというふうに思いますね。続けます。あまり負担をかけるのはね、薄レレにかわいそうだからと。16ビートの茶を3ヶ月くらいかけてやっとそれっぽく弾けるようになりました。ウクレレ上手なおばあちゃんになりたいので、千里の道も一歩から地道に練習に励みます。これからも動画楽しみにしてます。頑張ってください。あ、いい質問です。ありがとうございます。ですね、Gラボのウクレレたち、Gラボのウクレレたち、いろいろ、まあ、種類があるんですけど、このね、Gラボのウクレレは、オール単板、オールハンドメイドということで、結構、いいウクレレなんですけれども、いいウクレレというのは、この単板を使ってる、単板というのはつまり木材と言われているもので、本当に木をですね、何の加工もなくこう薄く切って、それをそのまま使ってるからすごくなりがいいんですね。なんですけど、一般的に言われてるのは単板のウクレレっていうのは強度がないんで、すごく薄ければ薄いほどいい音するって言われてるんですよ。ね、だから弦を張りっぱなしにしとくと、だん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 このね、弦の引っ張る力で、こう浮いてきちゃうんですね、ここのブリッジが。こうよく言われてるのは、こういうブリッジ浮きとかいうふうに専門用語で言いますけど、だから、使ってない時は弦を緩めてくださいと。この弦を張ってるだけで、なんか聞くところによると40キロとか50キロの力がこうすごい加わってるらしいんですよ。いつでもすごい力が加わってるということなんですけれども、Gラボのウクレレは、我が、Gラボのマスタービルダー、モザ川上氏のもう独自のデザインによりですね、チューニング、緩めなくても、基本的には大丈夫ということでございます。まあでも、長時間弾かないとか、1ヶ月弾かない、2ヶ月弾かないっていう時は緩めた方がいいと思いますけど、例えば、今日も弾いて、明日も弾いて、1日に1回ぐらいは弾くよという方は、緩めなくても大丈夫という設計がなされております。それはどういうことかというと、ですね、この単板のその作り方とか、切り方とか、厚みがあるんですね。あとは、ブレーシングというのが工夫されていて、それはね、僕も使いづらい、チューニングを弾くたんびにね、緩めたりするの、まあ、大変じゃないですか。だからそれはどうにかしてほしいなっていうことで共同開発したそういう技術なんで、Gラボのウクレレに関しては弦緩めなくても大丈夫ですんで、安心してくださいと。まあでも、今も言ったように、何ヶ月も弾く予定がない時は緩めておいた方がいいですよ、もちろん。はい。だけど、他の一般的なね、単板ウクレレでいいものはですね、緩めた方がいいと思います。カマカとかね、マーチンとかそういうウクレレは緩めた方がいいと思います。あと、初めてウクレレみたいに、こう、合板の安いウクレレというのは比較的ね、やっぱ丈夫なんですよね。まあ、ベニヤ板なんで。なんでそれも大丈夫かなと思います。で、この置き場所ですけど、ウクレレを一番いい置き場所はね、やっぱソファーとか自分がいつもいるところにね、気楽に置いておくのがね、一番いいかなというふうに思いますね。まあなんで、そんな感じで身近に置いておく分には、チューニングは、大丈夫だと思います。Gラボのウクレレであればね。はい。そんな感じで、やっぱね、16ビート3ヶ月くらいかけて、それっぽく、うん。なんかそんな感じで、やっぱりね、身近に置いといて、1日3分でも弾くっていうのが、やっぱりね、結構すごく一番の早道みたいなところあるんで、引き続き楽しんでください。Gラボの薄レレはね、弾けば弾くほどもどんどん、いい音に育っていきますけど。はい。育ててください。ありがとうございます。はい。お次。お次はですね、よいしょ。キラキラさん、
しずくいしずくいしキラキラさんという方から、レターじゃねえよ、コメントをいただいて、ウクレレを楽しむきっかけになったのがカズレレです。ありがとうございます。毎日ウクレレの音色に癒されています。 G ラボウクレレも相棒に加えて楽しんで、ありがとうございます。音色がさらに癒し何倍も。そうなんですよね。ウクレレの管理方法について質問したいです。 G ラボ単板の薄レレを大事にしたいし、でも毎日弾きたい。あ、これでも今の一個前のあの方の質問ちょっと似てるね。ケースに入れていますが、部屋の湿度があまりにも高い、今季の夏のような時はケースから出すのを躊躇してしまいましたと。なるほど。ケースに入れといた方がいいんじゃないかと思ったということですね。部屋の温度湿度を一定にという話も聞きますが、毎日エアコンをフル稼働するわけにもいかず、てんてんてん。ガズさん、小添さんのウクレレをどんな風に管理していますか？ G ラボのウクレレをケースから出しっぱなしでも、湿度や温度の変化によって、ウクレレボディに影響ないでしょうか？ありがとうございます。素晴らしい、いい質問。先ほどのね、方の質問にもちょっと通ずるところがあると思うんですけど、ケースに入れるのもまあいいですけど、ちなみにガズはですね、ケースに全然入れません。いつもですね、まあ、こうやってかけておいたり、ソファーの脇に置いて おいたりとかするんですけれども、大事なのはですね、いつも自分がいる部屋に置いとくのがおすすめです。つまりですね、人間が心地いい感じの気温が楽器にも心地がいいんだぞと覚えておくといいと思います。例えば、冬は乾燥するじゃないですか。乾燥するとなんか喉がイガイガしたり、やっぱ風の菌に食らいたくないから加湿したりするでしょ。楽器も同じなんです。で、逆にじゃあ、夏はどうかというと、暑いじゃないですか。湿度も高かったらなんかエアコン入れたりしてちょっとなるじゃないですか。だから、ウクレレも人間が過ごしやすいところが、楽器も過ごしやすいってなんとなくイメージしとくといいと思います。そうやって考えてみると、ケースに、まあ、長時間ね、保管しとくとかいう場合は、まあ、ケースに入れるっていうのもあるけど、まあ、日々、使うんであれば、ケースに入れずにですね、パッと手に取れるようにしとく。ケースに入ってるだけで、弾くのちょっとめんどくさくなったり しませんか？なんか、ちょっとの隙間、例えばなんかね、A ということをやってて、これから B ということをしようという、ちょっとの合間にピッと手に取ったりとか、例えばご飯作りながら、ちょっと煮込む間、3分だけ弾こうっていう時に、いちいちケースとか開けるのめんどくさいな、みたいになっちゃうんですよ。で、それが、やっぱりね、パッと取り出せるっていうのはすごく大事だと思いますから、それが一番ね、結果、いいんじゃないかなっていうのは僕考えていることで、で、G ラボウクレレはさっきも言ったように、一般的なその、単板のウクレレよりもかなりね、丈夫になってますんで、タフに使える、単板、なのにいい音がするっていうのが、まあ、G ラボのね、ウクレレの特徴ですんで、そんな感じで自分が心地いいところに、置いてあげる。これをちょっと意識しておくとね、いいと思います。まあ、ケースに入れるのはダメではないと思いますけど、まあ、僕の感覚だとケースから出すときにね、ちょっと手間に感じちゃうんですよね。まあ、それはそんな感じです。なんで、僕はケースにはもう全く入れずに、いつもこう、空気に触れている状態になってますね。はい。なんか参考になればいいと思います。ありがとうございます。はい。そしたら次ですね。次の方は、ミノさん。ミノさん、ありがとうございます。ミノさんの、コメントは、ウクレレを始めて1年半経ちました。いいじゃないですか。なかなか上手くならないのと、左手の親指が引いてたら痛くなって、左手の親指が、どのようにしたら痛くならないですけど、なるほどですね。続けますと、ウクレレを弾きながら弾き語りをすると、何か歌の音程が違うと言われる。あ、なるほど。ガズさんみたいに弾き語りがしたいです。どうしたら、あ、これはいい質問です。まず1個目の、左手の親指が、弾いていたら痛くなってきます。これは、めちゃくちゃ、簡単でございます。もう、いきますよ、一言で。それ、力入れすぎ。力を入れすぎです。ね、多分、ギューってこう、ギューって挟んでんじゃないかな。もっと力抜いてください。で、親指、ガズが全部の質問に答えますっていうところの第一弾でも言いましたけど、親指の位置がね、なんか、いろいろ研究してください。親指の位置、例えば C を押さえてるときに、どこを親指どこにいますか？ガズの場合はロックフォームというふうにこうやって握るスタイルなんで、そもそも親指出てんですよね、僕は。F を弾くとか G7 とか見て。ね。ガズレレ必須コード今から弾いていきますよ。C でしょ？ Am、F、G7、Em7、E7、Am、C7、A7。全部親指出したまま僕弾いてるんですよ、基本的には。親指が出ないのは、A シャープとか、こういうコードですね。
はい。それ以外は、ガズの場合は親指をこう握っちゃうロックフォームなんで、親指が痛くなりようがないっていうのがあるんですね。なんで多分ですけど、ミノさんはクラシックフォームで押さえてると思います。親指がこうネックの後ろにこう支えるタイプ。ここにスペースが空いてるパターンですね。それならそれでね、やっぱり力が入りすぎてると思うんですよね。あとね、親指の角度も、こうやって、要は、こうやって押さえてるとか、こういうふうに押さえてるとか、こう押さえてるとか、要はわかります？こう、なんていうのかな。これがネックだとすると、親指がこう当たってるのか、こう当たってるのか、こう当たってるのとか、なんかいろんな角度、それ検証してみるのがまずいいと思います。どっちにしろ痛いっていうのは何か良くないやつです。あのね、親指だとか、いろんなとこ肩が痛いとか、膝が痛いとか、この、力こぶのところが痛いというね、うまく機能してない証拠ですからね。痛くていいのは、始めたばっかりの人がこの指先が痛い、これだけです。OK は。はい。なんで、これは、まず大丈夫だと思いますね。まだ、ロックフォームを試してみたらいいんじゃない？握ってコードを押さえる。僕の場合、使い分けてますけどね、クラシックフォームの時とロックフォームの、これ、うまいこと、こう親指の位置をこう、スッとこう、下に持ってきたり、握ったりとか、はい。で、もう一個の質問。ウクレレを弾きながら弾けたりすると、なんか歌の音程が違う。これね、よくあるんです。うちの奥さんもありますけど、これ参考動画貼っときましょう。歌い始めの音程が取れないんですよね。歌始めの音程。概要欄に参考動画貼っておきます。うちの奥さんもですね、そういうのがあるんですよ。例えばですね、どういうことかというと、じゃあ今から、踊るポンポコレ歌いますってなるじゃないですか。ちょっとこうやるんですよ。じゃあ行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもみんな、踊る。こんな感じ。今、キー合ってないですよね。歌と、ウクレレの音程が合ってない。まさにこの状態だと思うんですけど。それはですね、話は簡単です。歌う前に、最初の C、じゃあ踊るボンボコリンだったら C から始まるでしょ。じゃあ C を弾いといて、これで最初の歌を探すんですよ。歌う前に。そうすると、なんでも、この音だなって確認してから、なんでもかんでもって始めないと、これね、子供の頃、幼少期の頃から音楽をやってて、絶対音感という、要はものを持ってる人以外は絶対に歌えないです。だからガズさんも歌う前に音の確認して歌ってんですからね。そういう風に見えるけれども、ちゃんと確認してるんですよ。だからどんな曲でもそうです。もちろん F から始まる曲もあったとしたら、最初にコードを鳴らして、この音から始まるなと言って、始めてください。だから多分ですけどね、ミノさんの場合はね、じゃあ踊るボンボクリーやりまーすって何にも確認せずに、何でもかんでもみんなーってなっちゃってるんですね。でも今も音痴ではないですよ。ただ歌の最初の音だけが間違ってるから、例えば、何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ、お鍋の中から、これ全然、ちゃんと聞こえるじゃないですか。だけど C に合わせてみ、何でもかんでもみんな、お、気持ち悪いってなるでしょ。だからこの、合ってないんですよね、キーが。だからそれを最初に弾く前に合わせとけば、その問題は即解決です。弾きたい曲の最初に、その歌い出しのコードを聞いて、自分の歌い出しの音程を探してから歌う。これで、バッチリ解決です。ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。お次はですね、プーさん。プーさんからの、質問でございます。よくガズさんが試し弾きする際の短くて爽やかなフレーズが聞き惚れてしまうんですが、コードがわかりません。もしよければ素敵なフレーズ特集動画、あ、これまた来た！これ前回の時もこの質問というかお願いがあって、近々、ガズさんがよく聞くこうやつだよね。こういうやつでしょ？近々やろうと思います。はい。これ結構あれがいいんだよ。僕何気に弾いてて全然そんな、何も考えてないんですけどね。はい。これはもう、ちょっとお待ちくださいね。同じ、コメントをくださった方が前回もいましたから。はい。ありがとうございます。そういうのがね、結構ニーズがあるんだな。僕も知らないからさ、僕、本当に適当に思いついたのを弾いてるわけだからね。だからそれはね、僕は知らないことなんですよ。そういうのをこうやってコメントで教えてもらえてです。非常にありがたいです。ありがとうございます。次、赤内田さん、コメントをいただいております。ガズさんのおかげで楽しく弾き語りできてます。やったー。ストロークは大体できてきましたが、カッティングがなかなかうまくできません。かぁ。カッティングの動画いろいろありますが、カッティングをシリーズ化して段階を踏んで、徐々にできるようなのは、なるほど。確かになぁ。
確かに、これね、赤内田さんが言うように、カッティングの動画ってね、一個しかないね。確かにね。ちょっとカッティングを深掘る動画をちょっと やっていこうかな。それいいね。ちょっと今もう書いておこう、ここにな。あ、僕ね、これからやるよっていう曲のね、候補のリストがここにあるんですよ。パソコンのメモに入ってるんだけど。今もうここにもすでに100曲ぐらい入ってると思うんだけど。もうね、まだやってないね。候補曲、いっぱいあるんですよ。ここのリストに入っておくと僕もたまにチェックしとくんで、カッティングの基本、レッスン動画だね。そうだね。かなり昔のやつね、が一個上がってるだけだから、ちょっとそろそろそうだね。カッティング最近すごいもんね。はい。いいお話でした。いいご要望でございました。ありがとうございます。はい。お次行きましょう。お次はですね、やなこうさん。コメントありがとうございます。僕は親指のストロークしかできなくて、親指のストローク、どうしても右手のストロークカッティングが、どうしても右手のストロークカッティングがうまくいきません。親指のカッティングの方法があったら教えてほしいし、親指の使い方を、親指のストロークってこういうこと?こういうことかな?ちょっと待って。難しいな、親指は。ちょっと、なんとも言えない。なんで親指のストローク、なんと、ちょっとなんか、あれかな、ちょっと、あんまりなんか、こういう普通の指はダメなんでしょうかね。なんか、もしかして、こう、ご障害があってとか、そういうことなのかしら。ちょっと僕もわかんないんだけど、親指はですね、僕もちょっと、四つ引きしかちょっと、技術がないですね。なんか、やりづらいな。でも、チャはなんかできる気がするな。こういう感じかな。ここをうまく使うとできるのかな。ちょっと、親指だけで弾いたことないですね。でも、基本的には同じように手首じゃない、やっぱり。ちょっと見える?ちょっと、ガズさんもかなりぎこちないですけどね。で、親指のストロークしかできないっていうのは、なんでだろう?なんか、もし差し支えなかったら、なんでなのかな?なんか、やなこうさん、もしね、もし、こっちの人差し指とか、この中指とか、薬指で使った方がいろいろできますから、こっちの方が、いいと思うんだけど、まあ、なんともちょっとね、右手の使い方僕も研究したことないんでね、ちょっと申し訳ないんですけど、なんていうのか具体的にいいアイデアが思い浮かばないな。まあでも、ちょっとわざとらしいんで、でもね。結構こっち側で弾いたらいいんじゃない?ネックの方で。ほら。あ、いい感じ。ほら、この辺で弾くといいかもしれない、親指で弾くときは。慣れてないからあれだけどな。はい。親指で今この辺で弾いてみましたけれども。ちょっとお役にあんまり立てなかったみたいで、申し訳ないんですけど、親指であんまり僕で弾いたことないから、まあまあちょっとなんか、もしよかったらまた、コメントで、教えてくださいね。はい。次。柳川さん、ありがとうございます。コメント。ガズさんこんばんは。まだ本当に初心者でガズさんが言われていたように、楽譜を見ずに、歌って弾くのに、楽譜に目が釘付けになっちゃってる状態ですってことですよね。いいです。最初はそうです。毎日ウクレレ触ってる時間がとても楽しいです。素晴らしい。これもガズさんのおかげです。いやー、よかった。はい、ご迷惑かもしれませんが、ガズさんを勝手に師匠と思わせていただいて、これからも頑張ります。頑張っちゃダメ。楽しんでください。これいつも言ってるんですけど、ね、頑張っちゃダメですよ。楽しまないとダメですよ。頑張るっていうのは嫌なことを無理くりやってるっていうことを頑張ると、私はそういうふうに認定しております。はい。上手くなったら生ガズさんにお会いしたいです。ブブーブブーです。上手くなったから、なったらお会いしたいとかいう、そういう、思考はね、やめた方がいいですよ。会うから良くなるんです。わかりますか?これね、よく言うんですよ。もうちょっと弾けるようになったら、ガズさんのイベントに行きたいですかって。
もうズバリ言うけど、そんな時来ませんからね。そんなのより、そんなこと気にしてるより、まあ、とっとと私に会いに来ていただいてですね、ポイントをですね、何か掴んで、そっちの方がよっぽど早道ですから、上手くなってからとか、これ、そういう思考の人いるじゃないですか。お金がもうちょっと貯まったらとか、もうちょっと時間があったらとか、そういうのはですね、永遠に来ないですから。はい、はい、戻ります。私も頑張りますので、ガズさんも無理されず、これからもよろしくお願いしますね。いやいや、だから頑張らなくていいんだっつうの。僕も楽しんでやってるだけですからね。僕もね、頑張ってやってないですよ、このガズレレの活動っていうのは。だからね、柳川さんもですね、もうもっとね、そんな感じじゃなくて、もうやっぱね、楽しんでですね、もう下手が素晴らしいと思うのはいいですよ。誰だってね、当たり前ですけど、何か始めたら下手に決まってんですから。皆さんからしてみたらもう大の達人、ものすごい、もう、なんていうの、達人とか、ものすごい超絶テクニシャンもですね、最初は下手なんですから。もう何をね、おっしゃいますかという感じでございまして。もうだから、今も言ったように、上手くなったらとか、弾けるようになったらとかいうのはね、もう、人生すべてにおいてですね、今すぐなんかそんなやった方がいいですからね。それで、こういう、柳川さん、柳川さん、みたいな方結構いらっしゃるんですけど、そういう方こそですね、ガズレレのイベントとか何かイベント来てください。11月11日、まだちょっと詳細未定ですけど、渋谷で、イベントがありますからね、来てくださいよ。はい。そんな感じです。まあでもこうやってガズレレで出会ってもらって、なんかこういうことも含めてですね、なんか、ガズレレだと思ってるんですよね。なんかこの考え方もね、すごい大事なんですよ。だって音楽も感情表現ですからね、どういう心持ちでやってるかとか、どういう思いでやってるかって、結構ね、これリンクしてくると思うんですよね。そんな感じで、はい。楽しんでください。音を楽しむと書いて音楽ですから。よろしくお願いします。ありがとうございます。お次でございます。お次はね、ユージ、ズボボザマス三世さんからの、質問をいただいております。いつも見ています。1年前にガズさんの初心者ウクレレ買って、楽器初心者でしたが、楽しく続けてます。素晴らしいですね。コードを離すときに音が鳴ってしまう確率が高いです。あと、制覇にコードを変更するときにリズムに乗れません。なるほど、いい質問。ガズさんのアドバイスをお願いします。いい質問です、これは。まずですね、コードを離すときに音が鳴ってしまう確率が高い。このね、質問をいただくことね、結構多いです。どういう状況かを今再現すると、ちょっと聞いててくださいね。じゃあ、踊るボンボコリのコードでいくと、こんな感じになっちゃうんですよ。これね、コードを、例えば F を押さえていたとします。じゃあ F から G7 とかに行ったとするときに、離すときに、下に向かって弦を左手で弾いちゃってんですよ、多分。これだけです。だからどうしたらいいかと言ったら、上に上げりゃいいんです。上に上げたら音出ませんから。下に引っかいちゃってる。多分これだと思います。あともう一個は、コードをね、そんな力を、入れなくてね、音出ますから。さっきの親指が痛いという方もいたけど、もうちょっと力緩めてあげて大丈夫ですよ。下に引っ張って押さえてるっていう可能性はもう、あるいは上に押さえてる。こういうことです。こうなっちゃってるんですよ。じゃなくて、上にね、こうコード変えるときは、なんでもかんでもみんな、みんな、踊りを踊っている。上に上げたら音出ませんから。どっかで、引っかいて、左手で。ほら。離すときにね。はい。これだと思います。はい。これちょっと注意してもらうとね。真上に、ちょっと上げりゃいいんですよ。もう、バーッと多分ね、こう、上げてるんじゃないかなと思います。で、制覇にコードを変更するときリズムになります。これはね、サボりのテクニックが必要になります。じゃあ、例えば、C を弾いてて A シャープだとするじゃないですか。こういうのあったんです。A シャープって制覇ですからね。じゃあ、これをやってみるとですね、わかった?サボるんです。ちょっと僕の手よく見ててくださいね。最後もう C 離してる。もうちょっと分かりやすくするために D マイナーから A シャープにしましょう。わかる?一回最後。ダンダダンダダダ。まで弾いちゃ間に合わないんですよ。A シャープが。わかる?だから最後の一回はもう離しちゃうわけ。ダンダダンダダダ。
これで大丈夫なんです。サボりのテクニックです。でも聞いてるときっとわからないと思うよ。ちょっとやってみますよ。ほらね、全然わからないでしょ。僕の手よく見てて。ね、一回サボってんですよ。何にも弾いてない瞬間があるの。もっと大げさにやります。わかる？この一回離した時に構え直すんです。せや。はい。これでだいぶ皆さんの演奏スムースになるよ。ガズさんもね、そんなこと言ったら最後まで弾いてはパッと難しいよ。ちょっとやってみると。こうなっちゃう。これはちょっと無理。だから、ふんわり、ふんわりサボっていいんです。ね？これは、役立ったよ、これ。皆さん、役立った。今日はこれ役立ち動画になりました、ということでございます。はい。やっぱり学びがあるな。今ね、10個の質問に答えたんですよ。で、今見たらね、その後また質問もすごく増えてるんで、またこれも第3部か4部ぐらいまでいっちゃうかもしれない。3部まで行くのかな？はい。ということで、今回のガズが皆さんからの質問疑問にもう総力を挙げてお答えするぞ。第2弾パート2の、レッスンで質問に答える動画はこれで終了します。もうだってもう30分超えてますからね。まあまあまあ。でも、面白いね。僕もね、なんかね、やっぱりこう大事なことをこういう機会に皆さんにこうお伝えできるし、やっぱみんなね、やっぱりこういうのって必要だなと思った。いい企画でしたね。思いついてやってみたけど、これは素晴らしいと思った。で、このね、動画、ちょっと探してもらって、ここのコメントだけに答えていくことにします。なんか、今このやってる、この質問に答えてるところにまた質問されちゃうとですね、もう散らかっちゃって、もうしょうがない。収集つかなくなりそうなんで、この動画、リンク、概要欄にもリンク貼っとくけども、この動画にまあ書いてくださいよ。そしたらこんな感じでね、まとめて、たまにやっていきますということでございます。はい。今日もすごくね、内容が濃い、いい、動画になったんじゃないかな、というふうに思います。皆さんのね、なんか素朴な疑問がですね、皆さんにもとってものすごい、なんていうかきっかけ、何かと発見するきっかけになる、可能性も大なので、はい、もしなんか聞きたいことあったら聞いてみてくださいということで、はい、ありがとうございました。そんな感じ、さっきも言ったけど、11月11日渋谷でですね、イベント開催する予定です。1が4つでガズレレの日ということで勝手に制定してんですけど、今年は渋谷でリアルイベントやりますよ。ちょっと今のところね、詳細もうちょっと公開ですけど、スマホ、皆さんのスマホに予定入れといてください。ガズレレの日渋谷であるぞと。よろしくお願いします。そんな感じで、また答えていくし、ガズレレでどんどんレッスン動画公開していくし、いろいろやっていくよ。ありがとうございました。バイバイ。